にゃん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 。ネコラジメイクチャンネル。ねえ、すごいそっくり。星ちゃん、クック？クック。そっくりだね。うん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 。かわいい。フィッシュちゃん、なんでここ首かしげてんだろう。かわいい。似てるにゃ。にゃ。ニコリクッキング。そう。みんな大好き日清のカップヌードルの反対か。激辛味噌を食べようかなと。ネギの青い部分と白い部分、それにチューブのニンニクを入れて。辛さレベル5ってね、なんかカップヌードルで辛いものって出したのはこのシリーズが初めてだと思うんですけど、5ってねこれしかないじゃんみたいな。もうデフォルトだからこれ1なんじゃないのとか、まあ、その日はさて置いてですね、お気に入りの100円ローソンでお湯を注ごうかな。結構ボツになりそうな予感満載なんですけど、カップラーメンでいいよね。ずっと片面が美味しいなとずっと思ってたんですけど、めぐみさんが長めにやってくれって、少し長めに6分とか7分ぐらいやって食べると美味しいと思うね。皆さん進めてーエビが、おぉ、あら、キナさん、キナ捕まえてやったぜ。ね、あの、猫虐待と思う人いるかもしれないですけど、すごい、ね、可愛がって、ね、むきエビ冷凍ぶち込んだら面白いんじゃないかな。ニラさんね、冷凍で。でも、おぉ、何食いちゃう。これ、王様も来ましたけどね。動画のまとまりがないのはいつものことなんですけど、それでせっかくだからメイさんも、うん、捕まえた。メイさん、はい、ごめんね、うん、今下で一緒に水飲んでます。クーさんがめっちゃ高くない。クーさんかわいそう。椅子の時代も母ちゃんかわいいってことでね。なんかすごい温度が下がってる気がするんで、てか今なんか猫騒動やってる間蓋閉じてなかったんで、ネット3分って書いてるんで5分ぐらいで行きまーす。酔っ払えて立ち悪いな。じゃあビッグ、いろいろスペシャルスペシャル食べてきます。あのそのうちあの動画であげようと思ってるんですけど、この日清のね冷凍食品の担々麺がもうめちゃめちゃ美味しくて、これは本当本当おすすめなんで。どんな味がするんでしょうかね。ろれつが回らない。ちょっと画角大丈夫か。いただきます。辛いけど美味しい。あ、辛い。エビも食べてみましょうかね。このお湯で戻しただけのエビ、うん、プリプリ美味しい。蒙古タンメン中本とどっちが辛いかって言われたらこっちの方が辛いかも。これだけ酔っ払って食べて辛いってことは、あ、辛い。美味しいかも。チーズとか入れても美味しいのかな。あ、だいぶ干からびてる。多分少なくても1週間以上前のチーズがあるんで、このチーズを追加してみましょうかね。これね多分、あ、美味しいと思うんだよね。すごい冷めてっけど大丈夫かな。まあでも大丈夫か。大丈夫じゃないかもな。まあ大丈夫かな。大丈夫か。この今チーズが見えたんで、エビチーズ味噌から。うん。あ、これはね、あれですね。チーズがだいぶ古くなってますね。このお腹壊しそうだな。まあでも大丈夫か。ああ、チーズが古くなってるな。そうか。見た目にわかんないですけど、チーズは時間経つとだいぶ劣化するんですね。もっと熱々な状態で入れれば気にならなかったんだろうか。
くりした、辛いよ。うん、うん、さすが。あー辛い、辛いけど美味しい。これうまいな。次最初からチーズ入れてもいいかもな。辛い、しゃっくりが出そう。まあ好みかなと。最終的には全部美味しいです。ごちそうさまでした。ご飯、牛ちゃんご飯ですか。はい、ごめんごめん、お待たせしすぎた、申し訳ない。ちょっと寝坊しちゃったの。よし、ご飯食べよう。はい、みんなゴロゴロ行ってる。そっくりだにゃ。ふん。おいちゃん。ああ。あ。じゃあ。じゃあ。いっぱいいる。いっぱいいるにゃ。どうしてドア開けたんですか。入ったんだね。
上手。上手だね、エスちゃん。心母亲母亲我说的比你那的呢おやすみ。ピンク。